音声ドラマ僕たちは勉強ができない X イコール薄らいの女王編。謝罪。カップルに撮影を頼まれていただけとは知らず、みっともないところを。いえ、俺こそ変な誤解をさせてしまったみたいで。冷えますね。なんて、なんという偶然。早速つけてみます。完璧。なんて綺麗な手袋。それに引き換え、私があげたものは穴だらけでズタボロ。嬉しいです。俺ずっと大切にします。返却。やっぱり今すぐ返しなさい。ちょっと嫌ですよ。なんでですか。こんなダメダメな手袋を君に使わせられないわ。本当、全然ダメ。気負うほどに空回って失敗して、格好悪くて情けなくて、君の前ではいつもそんな姿ばかり。先生はやっぱり男心が分かってませんね。え？そんなところも全部ひっくるめて、かっこよくて可愛くて愛しく見えますよ、俺には。あ、外初雪。寒いわけね。積もったらホワイトクリスマスですね。これから冬も本番、一層冷え込む時期だから気をつけないと。でも俺は好きですよ、真冬。ええ、私も好きよ。やっぱり寒さが厳しい分、人と人との距離が。そうい、君が好きなのよ、成幸くん。好意、恋慕、情愛、慈愛、多分本当はずっと昔から君だけが好きだった。一度袖にしておいて、今さら虫がいいと自分でも思うけれど、年も離れた元教師と生徒だけれど、それでも私は君と。何も泣くこと。圧迫。ちょっと苦しいわ、成幸くん。もう少々優しく。すみません、今まで散々我慢してきたので無理です。そうね、仕方ないわね。元生徒で、同僚で、誰より優しい男の人。聖秘、私は何かを盛大に間違ってしまったのかしら。愚問、どっちでもいいことね。だって彼となら、一緒に悩んで間違えて、どこまでだって並んで歩いていけると思うから。